2018年、日本の喫煙率は成人男性で 27.8% です。つまり、約4人に1人が喫煙をしているということになります。昭和41年の成人男性の喫煙率は 83.7% だったので、その減少具合がわかりますよね。一方、成人女性の喫煙率は昭和41年からほぼ変わらず横ばいで、現在は 8.7% となっています。こんにちは、ミントです。タバコは年々値段も上がったり、喫煙スペースもなくなってきてますよね。今回は禁煙に成功した人が初めて気づいたこと、どのようにして禁煙に成功したかについてお届けします。今から50年ほど前には4人に3人以上が吸っていたタバコ。当時ではタバコを吸うことがかっこいいという風潮がありました。しかし近年では逆にかっこ悪いと言われることもあるのです。また加熱式タバコ、電子タバコの普及によりタバコ事情は変わってきています。タバコに関しては喫煙者、非喫煙者によりその考えは違います。非喫煙者からすれば、匂いなどが大きな問題に発展することもありますが、喫煙者からすれば、マナーを守っているから問題ない、という声もあります。でも、こればかりは自分がその立場にならないとわからないと思います。非喫煙者がタバコを吸わない、やめた理由があり、今後も喫煙者になるケースは、多くはないと思われます。健康的にも良くはない、タバコを吸う理由がないのです。しかし、喫煙者がもしタバコをやめれたら、非喫煙者の気持ちがわかるかもしれません。では、実際にタバコをやめた人の声を聞いてみましょう。いろいろな考え方や物の見方ができるようになりました。禁煙したことで、自身が少し成長したのかもしれません。今では、タバコとライターを持ち歩いて、喫煙場所を探す必要もなく、風邪をひいても治りやすいような気がしますし、禁煙して本当に良かったと思っております。禁煙を始めて3ヶ月経ちますが、体調が良くなり、家族には喜ばれ、金銭的に余裕ができて、いいことばかりで、なぜもっと早くやめなかったのか、なんでタバコを吸い始めたのかと後悔しています。今まで喫煙スペースでマナーを守って吸えば良いと考えていたが、やめてからは喫煙者の服などの匂いが気になり、不快な思いをするようになった。こんなにも迷惑をかけていたとは思わなかった。このように禁煙に成功した人からはデメリットと思われる意見はあまりないのです。タバコを吸うと日頃のストレスが解消されると思いがちですが、それはニコチンの禁断症状をタバコを吸うことで一時的に解消しているだけなのです。つまり、ニコチンの禁断症状が解消されないとイライラし、仕事など他のことにも影響が出るのです。健康面に関してもタバコが体に良くないことはお分かりですよね。では、多くのヘビースモーカーたちはどのようにして禁煙を成功させたのでしょうか。まずは、タバコに対する誤った認識を修正することが重要です。喫煙者にはストレス解消などタバコにメリットがあるという誤った認識をしている方が多いのです。もちろん、タバコを吸うことで本当にメリットのある方もいるかもしれませんが、少なくとも金銭面、健康面ではメリットはなさそうですよね。また、仕事上でのコミュニケーションに役立つと考えている方もいます。確かに、取引先の担当者が喫煙者なら、付き合いで吸うことでメリットがあるかもしれません。しかし、逆に衣服に染みついたタバコの匂いで新たなビジネスチャンスを失っている可能性もあるかもしれないのです。現在の喫煙率などをもとに考えてみるのもいいかもしれませんね。また、よく言われますが、タバコの代わりにガムを噛んだり、
飴を舐めるのも効果的です。禁煙をし始めた人にとっては喫煙スペースは危険です。タバコの匂いに惹かれついつい吸ってしまう場合があるので、喫煙スペースは避けましょうね。そして何と言っても最後はあなたの強い意志です。一日に 2,3 箱吸っていた人が禁煙に成功した途端、社内から意志の強い人と称賛を浴びた方もいるほどです。このように禁煙を成功させることができれば、今よりもいろいろと視野、可能性が広がるかもしれないのです。また、妻や子供に迷惑をかけないように、自宅のベランダなどでタバコを吸うホタル族、いますよね。でもこの行為、マンションであれば両隣、上下階の住民に迷惑をかけているの知ってますか？これを考えると、何か他のストレス解消法を見つけるのがベストかもしれませんね。いかがでしたか？日本人はストレートに感情表現はしません。面と向かって笑顔で話していてもタバコの匂いがと思っている方も少なくないかもしれませんよ。タバコを吸わない女性は9割以上です。つまり9割の女性はタバコの匂いが嫌いかもしれません。もしパートナーを求めている場合、その匂いでチャンスを逃している可能性もあるんですよ。もし心当たりのある方、そして健康面、金銭面でも思い当たる節のある方、この機会に一度だけでも禁煙をしてみてはいかがでしょうか。ミントは意外とタバコを吸っている男性の横顔や仕草って大人の男性って感じがしてかっこいいなって思ってしまいます。でもマナーや匂いの問題、自分の好きな人が病気になったり亡くなってしまうのは嫌なので、できるだけ喫煙者の方にはタバコを吸わないようにしてほしいですね。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。